ニュージーランド地震で死亡した富山外国語専門学校の生徒の遺族が、富山市の森市長の発言で精神的苦痛を被ったとして市に慰謝料を求めていた裁判で、富山市議会は今日、控訴を提起する議案を可決し、富山市は控訴しました。今日開会した富山市議会で森市長は控訴を提起する議案について提案理由を説明しました。控訴の提起の件として、本市に対する慰謝料請求事件の判決を不服とし、名古屋高等裁判所金沢支部へ控訴を提起するため、議会の議決を求めるものであります。この裁判は、富山市の富山外国語専門学校がニュージーランドで実施した語学研修中に、地震で娘を失った富山市の堀田和夫さんら遺族3人が、森市長の定例会見などでの発言によって精神的苦痛を被り、名誉を傷つけられたとして慰謝料を求めていたものです。先月25日の一審判決で富山地裁は、原告である遺族3人が森市長に面会を求めた手紙に対する森市長の発言について、原告の社会的評価を低下させたことを認め、富山市が合わせて60万円を支払うよう命じました。今日の富山市議会総務文教委員会では、自民党から遺族の訴えが妥当かどうかを市議会として見極める必要があるという意見が出たほか、民生クラブから詳しい内容については控訴審で明らかになればよいという意見が出ました。公明党と社民党からは発言はなく、総務文教委員会は控訴について妥当としました。続く本会議では、共産党が、原告が求めているのは市長との面談、話し合い、控訴せず判決を真摯に受け止めるべきだとする反対討論に立ちましたが、採決の結果、賛成多数で控訴を提起する議案を可決しました。これを受け、富山市は今日、名古屋高等裁判所金沢支部に控訴しました。